今回も先日世界遺産に登録が決定した富士山を、じゃあ出発しましょう。ママチャリでタンポポが一周した旅の未公開部分を解禁。私本当に足手まといだって気づかなくてすいません。もういいよ、すいませんでした。冗談で言ってんだからさ。うわ、かわいい。そのドタバタダメダメ旅の完全版第2弾。あれ待ってよ、サファリパーク行ったら山中湖絶対着かないって。山中湖諦める、ゾウ見に行っちゃう。いただきます。さらに新企画がスタート。ほら、うん、バナナマン日村が焼肉を食い尽くす。ああ、ありがとうございます。しかし日村の暴走で企画はあらぬ方向へ。果たしてどうなる。旅のコースは川口湖をスタートし、西湖、庄司湖、本栖湖、さらには富士山をぐるっと回って山中湖まで、1泊2日およそ100キロの行程。今回は2日目の未公開。雨に降られた2日目の朝。どうしよう、みちゃん、がっつり雨だ。必ずもう山中湖、うん、ゴールで。よろしく。山中一行くぞ。よろしく、うん、頑張ろう。よろしく。この日は本栖湖を出発して山中湖を目指すおよそ78キロのママチャリ。ちなみに、はい、工藤由紀さんのカフェを調べたらここにあるんですよ。これ行くのは、あ、ここの分岐のところで信号を左に行ってもらうと、工藤由紀さんのカフェはいいんじゃないかな。ありがとうございます。ありがとうございました。行ってきます。お世話になりました。いや、これ結構な雨だ。見るとこどこじゃないもん。ミストびっちゃびちゃ。もこれ晴れてたらめっちゃ綺麗だ ね、 ね、あっちが富士山でしょ多分。だってこの霧の雨の中でさえさ、なんか相当森林浴できてるね、雰囲気だから。いいよね、これで晴れてたらさらにいいよ。とりあえずあの山富士山だと思って一回。なんでだって見えないからさ、山見といた方がいいんじゃない。一旦。ああ、恵美子さん牛がいるぞ。ああ、牛だ。座ってる。みんな座ってる牛。あ、見た見た見た。牛元気出る。生き物にこうやって会うといいね。バイバイ牛さん。バイバイ牛。かわいいな牛。お、信号が見えてきた。工藤さんのカフェ行こうぜ。そうだよ、カフェナチュレ。どうしても行きたかった。どうしても行きたかった。工藤さん行きちゃう。うわー、これずっと森だよ。すごい、森林浴だ。北海道みたいな。やだ、素敵。映画みたい。あ、そこだ、見た。そこだ、カフェナチュレだ。通り過ぎた。すげえな。うわ、かわいい。いいとこだね。いい、すごい。めっちゃかわいい。なんかアメリカみたい。あ、ここじゃん、カフェナチュレ、お店。めっちゃかわいい。やってない。やってない。ちょっとね。あ、やってないね。嘘でしょ。やってないよ。はい、チーズ。わー、はい、はい、チーズ。彼女たちは電話ってものを知らないんですか。食べたかったな。女優工藤由紀さんがメニューから食器、内装に至るまでほとんど自らの手で仕上げたカフェナチュレ。自宅の畑で採れたオーガニック野菜で作った体に優しい料理が味わえます。美味しそう。残念だな、悔しいわ。こんな悔しいことありますか。テレビで見たことあんだよ、あのカレー。あれ食べたかった。この時点で残すところ半分弱、山中湖までおよそ58キロの道のり。しかしこの旅はそんなに楽なものではなかった。よいしょ。
しょ。あー地味な坂道、きつい。動き足。ちょっと歩きます。届かないや。こんな限界ギリギリの川村にちょっとテンションが上がる出来事が。やまねえな雨、ずっと降ってんな。白鳥さん、富士サファリパークだ。本当だ、サファリパークだ。すごい、あと100メートルだよ。本当にライオンだよ。ライオンいるよ。すごい、こんなとこまで来たんだ。すごい、100メートル、もうちょっとすぐそこだ。すごいすごい、サファリパークだ。ちょっと行ってみようよ。やめよう。ちょっとあそこまで行ってみようよ。白鳥さん、待ってよ。サファリパーク行ったら山中湖絶対着かないって。ねえ待って、アジアゾウの親子公開してるよ。え、超見たい。超見たい。遠いな。超見たい。山中湖諦める？ゾウ見に行っちゃう。でも5時までだから、あれとりあえず写真だけ撮ってこ。アジアゾウの親子、びっくりした、公開しますって言って、ビュンビュン行っちゃうからさ、びっくりしちゃった。あ、アジアゾウの親子公開中ってだけ書いてあって、ここがサファリパークかどうか分かんないよ。いや、一回撮っといた方がいいって。自分撮り、もう自分撮りするの。一応さ、あんま自転車でサファリパークに来た記念を撮っとかないと。いや、この写真見たけどなんか別にいらねえなって思っちゃった。そう。ちょっとね、時間あったらこれ回りたいけどね。超見たい。ゾウとかテンション上がるもん。いや、あんた行きたくないっつってたじゃん。ていうか急に行っちゃったからびっくりしたんだってば。あんた行きたくないって言ってたからさ。だって急に行くじゃん。いや、ちょっとここら辺入り口なのかなと思ったらめっちゃあるからさ、あれは行かない方がいいなと思って。やばい、ちょっとテンション上がった。ずっと坂道登ったり降りたりしてたから。やっぱいざ来ると寄りたいな。レッツゴー。ただいまの気温14度。はい、寒いね。いいよいいよ。以上、タンポポのママチャリ旅未公開でした。内村さん、ん、今週もバナナマンの日村さんが東京都内の焼肉店を食い尽くす焼肉日村のお時間です。やってきたね。土屋さんも大島さんも1週間待ち遠しかったんじゃないですか。うん、そうですね。見たかったですよ、焼肉日村ですよね。はい、ところで内村さん、お、焼肉の網が焦げないように焼く前にあるものを塗るという裏技があるんですけれども、ご存知ですか？知らないです。あ、知らないんですか？なんか日常、いや、みんな使ってるものを使う。そうですね、氷結構やりません？バーってなっちゃったら、うん、バーってなってたらね。バーってなった時だけですからね。皆さんご存知ないですか？うん、うん、業界人なのに。じゃあ何なんだろうな。何なの答えは？正解は、うん、レモンです。おお、レモンに含まれているクエン酸がいいということなんですよね。うん、じゃあこうやって汁垂らせばいいんだ、あそこに。そうですね、こう箸でレモンを切って持ってこう、直にやるんだ、こうやって。皮の方じゃないでしょ？皮の方ではなく、レモンの方。レモンの果実の方。はい、そうなんだ。わかりました、やってみます今度。勉強になりましたね。勉強になりました、ありがとうございます。はい、よかったです。はい、さあ、ということで焼肉日村 VTR どうぞ。前回そうだどっかに行こうで始動した新企画、焼肉店食い尽くしの旅。これに挑む人物は、なんか今日からでしょ。はい、そうです。なんで俺からやるのよ。好きだからこの番組。バナナマン日村、
焼肉店制覇に向け最初に選んだ地域は。今回も先日世界遺産に登録が決定した富士山を、じゃあ出発しまーす。ママチャリでタンポポが一周した旅の未公開部分を解禁。私本当に足手まといだって気づかなくてすいません。もういいよ。すいませんでした。冗談で言ってんだからさ。いや、うわ、かわいい。そのドタバタダメダメ旅の完全版第2弾。あれ待ってよ、サファリパーク行ったら山中湖絶対来さないって。山中湖諦める？ゾウ見に行っちゃう。いただきます。さらに新企画がスタート。ほら、うん、バナナマン日村が焼肉を食い尽くす。ああ、ありがとうございます。しかし日村の暴走で企画はあらぬ方向へ。果たしてどうなる。旅のコースは川口湖をスタートし、西湖、庄司湖、本栖湖、さらには富士山をぐるっと回って山中湖まで、一泊二日およそ100キロの行程。今回は二日目の未公開。雨に降られた二日目の朝。どうしよう、みちゃん、がっつり雨だ。必ずもう山中湖、うん、ゴールで。よろしく。山中一個行くぞ。よろしく、うん、頑張ろう。よろしく。この日は本栖湖を出発して山中湖を目指すおよそ78キロのママチャリ旅。ちなみに、はい、工藤由紀さんのカフェを調べたらここにあるんですよ。これ行くのは、ここの分岐のところで信号を左行ってもらうと、工藤由紀さんのカフェはいいんじゃないかな。ありがとうございます。ありがとうございました。行ってきます。お世話になりました。これ雨です。結構な雨だ。富士山見るとないもん。ミストピッチャピチャ。もこれ晴れてたらめっちゃ綺麗だ ね。あっちが富士山でしょ多分。だってこの霧の雨の中でさえさ、なんか相当森林浴できてるね。雰囲気いいよね。これで晴れてたらさらにいいよ。とりあえずあの山富士山だと思って一回。なんでだって見えないからさ、山見といた方がいいんじゃない一旦。あー、恵美子さん牛がいるぞ。あー、あー牛だ。みんな座ってる牛。あ、見た見た見た。牛元気出る。生き物にこうやって会うといいね。バイバイ牛さん。バイバイ牛。かわいいな牛。お、信号が見えてきた。工藤さんのカフェ行こうぜ。そうだよ、カフェナチュレ。どうしても行きたかった。どうしても行きたかった。工藤さん、ドキドキしちゃう。うわー、これずっと森だよ。すごい、森林浴だ。北海道って、うん、やだ、素敵。映画見たい。あ、そこだ、見た。そこだ、カフェナチュレだ。通り過ぎた。すげえな。うわ、かわいい。かわいい、すごい。めっちゃかわいい。なんかアメリカみたい。あ、ここじゃん、カフェナチュレ、お店。めっちゃかわいい。やってない。やってない。閉まってない。あ、やってないね。嘘でしょ。やってないよ。はい、チーズ。うわー、はい、はい、チーズ。カメラたちは電話ってものを知らないんだね。食べちゃったな。女優工藤由紀さんがメニューから食器内装に至るまでほとんど自らの手で仕上げたカフェナチュレ。自宅の畑で採れたオーガニック野菜で作った体に優しい料理が味わえます。おいしそう。こんな限界ギリギリの川村にちょっとテンションが上がる出来事が。やまねえな雨。ずっと降ってんな。白鳥さん、
富士サファリパークだ。本当だ。富士サファリパークだ。すごい、あと100メートルだよ。本当に本当にライオンだだよ。ライオンいるよ。すごい、こんなとこまで来たんだ。すごい。100メートル。もうちょっとすぐそこだ。すごいすごい、サファリパークだ。ちょっと行ってみようよ。やめよう。ちょっとあそこまで行ってみようよ。白鳥さん、待ってよ。サファリパーク行ったら山中湖絶対着かないって。ねえ待って。アジアゾウの親子公開してるよ。え、超見たい。超見たい。遠いな。超見たい。山中湖諦める？ゾウ見に行っちゃう。でも5時までだから、あれとりあえず写真だけ撮ってこ。アジアゾウの親子、びっくりした、公開しますって言ってビュンビュン行っちゃうからさ、びっくりしちゃった。あー、恵美子さん、牛がいるぞ。あー、牛だ。座ってる、みんな座ってる。牛、あ、見た見た見た。牛元気出る。生き物にこうやって会うといいね、うん、バイバイ牛さん。バイバイ牛。かわいいな牛。お、信号が見えてきた。工藤さんのカフェ行こうぜ。そうだよ、カフェナチュレ。どうしても行きたかった。どうしても行きたかった。工藤さん、ドキドキしちゃう。うわー、これずっと森だよ。すごい、森林浴だ。北海道って、うん、やだ、素敵。映画見たい。お、あ、そこだ、あった、そこだ、カフェナチュレだ。通り過ぎた。すげえな。うわ、かわいい。いいとこだね。いい、すごい、めっちゃかわいい。なんかアメリカみたい。あ、ここじゃん、カフェナチュレ、お店。めっちゃかわいい。やってない、やってない、閉まってない。あ、やってないね。嘘でしょ。やってないよ。はい、チーズ。はい、はい、チーズ。今回は2日目の未公開。雨に降られた2日目の朝。今日しおみちゃん、うん、がっつり雨だ。必ずもう山中湖、うん、ゴールで。よろしく。山中一個行くぞ。よろしく、うん、頑張ろう。よろしく。この日は本栖湖を出発して山中湖を目指すおよそ78キロのママチャリ。ちなみに、はい、工藤由紀さんのカフェを調べたらここにあるんですよ。これ行くのは、あ、ここの分岐のところで信号を左行ってもらうと、工藤由紀さんのカフェはいいんじゃないかな。ありがとうございます。ありがとうございました。行ってきます。お世話になりました。これ雨です。結構な雨だ。見るとこじゃないもん。ミスト。びっちゃびちゃも。これ晴れてたらめっちゃ綺麗だね。ね。あっちが富士山でしょ多分。だってこの霧の雨の中でさえさ、なんか相当森林浴できてるね、雰囲気いいよね。これで晴れてたらさらにいいよ。とりあえずあの山富士山だと思って一回。なんで？だって見えないからさ、山見といた方がいいんじゃないですか。彼女たちは電話ってものを知らないんですかね。食べちゃったな。女優工藤由紀さんがメニューから食器内装に至るまでほとんど自らの手で仕上げたカフェナチュレ。自宅の畑で採れたオーガニック野菜で作った体に優しい料理が味わえます。美味しそう。残念だな。悔しいわ。こんな悔しいことありますか。テレビで見たことあんだよ、あのカレー。あれ食べたかった。この時点で残すところ半分弱。山中湖までおよそ58キロの道のり。しかしこの旅はそんなに楽なものではなかった。よいしょ、よいしょ。あー、地味な坂道。動き足、動き足、動き足。
井さん、ちょっと歩きます。届かないや。今回も先日世界遺産に登録が決定した富士山を、じゃあ出発しまーす。ママチャリでタンポポが一周した旅の未公開部分を解禁。私本当に足手まといだって気づかなくてすいません。もういいよ。すいませんでした。冗談で言ってんだからさ。いや、うわ、かわいい。そのドタバタダメダメ旅の完全版第2弾。あれ待ってよ、サファリパーク行ったら山中湖絶対来さないって。山中湖諦める？ゾウ見に行っちゃう。いただきます。さらに新企画がスタート。ほら、うん、バナナマン日村が焼肉を食い尽くす。ああ、ありがとうございます。しかし日村の暴走で企画はあらぬ方向へ。果たしてどうなる？旅のコースは川口湖をスタートし、西湖、庄司湖、本栖湖、さらには富士山をぐるっと回って山中湖まで、1泊2日およそ100キロの行程。